はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。今回取り上げたニュースは何かっていうと、暴露系インフルエンサー、滝沢ガレスさんが、星野源さんが新垣結衣さんを裏切りですね、NHK 女子アナと不倫していたことを暴露しました。で、その件に関してですね、星野さんの事務所であるアミューズがブチ切れて抗議文を今回出しているわけなんですね。で、さらに言うとですね、実はそのですね、ガレソさん側の意見とも言えるですね、記事をですね、過去に週刊誌が出していたりだったりとか、あとはアミューズ側の意見とも取れるようなですね、発言をですね、過去にですね、その炎上女性芸人がしていた件だったりとか、そういうですね、新たな情報がバンバン分かってきています。まあ、今回はですね、その辺の情報をまとめていきつつ、今後ですね、この戦いどうなるのかってことについて考えていけたらなというふうに思っております。まずなんですけども、まあ、これ、もともとは何かっていうとですね、その滝沢カレスさんというですね、SNS 上の暴露系インフルエンサーの方がですね、そこでですね、星野源さんが新垣結衣さんを裏切ってですね、林田さんっていうですね、NHK の女子アナの方と不倫をしているということを暴露したわけなんですね。まあ、一応ですね、名前ははっきりと出ていないんですけども、まあ、完全にこれって星野さんのことを言ってるのよねっていうことが、まあ、丸分かりなわけなんですよね。まあ、実際にですね、そのね、女子アナの方と、星野さんは過去に NHK で共演歴があったりだったりとか、そしてですね、過去のですね、ネットニュースでですね、その女子アナの方がですね、いわゆるそのつい最近ですね、まあ、言ってみたら離婚されていてとかですね。はい。で、その後ネットカフェとかを転々としていたみたいなことが過去のネットニュースで既に書かれていたっていう点だったりとかですね。はい。そういった点からですね、あれこれ結構信憑性あるんじゃないのっていうふうな感じで、まあ、広まっちゃったわけなんですよね。で、さらにですね、皆さんこれちょっと新情報なんですけども、一応ですね、その滝沢さんがですね、10億円のお金を払ってアミューズ側がですね、この件を揉み消したっていうふうに言ってるわけなんですね。で、実際ですね、このアミューズのですね、その会社の出してるですね、決算書みたいなのあるじゃないですか、お金の動きね。あれを見てみるとですね、確かに今年の2月の時にですね、10億円分ですね、お金が減ってることが分かったわけなんですよね。まあ、ちなみに、ガレスさん曰くなんですけども、この件はですね、今年の正月に週刊誌は出すはずだったんですね。しかしながらそれをですね、10億円払って、いわゆるその年始に揉み消したと。そしたらですね、2月のですね、その会社が出したね、いわゆるその書類の中で10億円分ですね、お金が減ってることが分かったわけなんですよね。まあ、使ってるところが分かったわけですよ。ということは、みたいな感じで余計ですね、これってやっぱり本当なんじゃないの?みたいな感じでガンガン広まっていってしまったわけなんですよね。で、そんな中でですね、アミューズが今回ブチ切れています。はい。一体何と言ってるのか、ちょっと文章読みますね。滝沢ガレソ氏による超有名女優とドラマ共演して電撃結婚した男性歌手が NHK アナウンサーと不倫しており、その男性歌手がの所属事務所が10億円を払って記事を揉み消した、というね、趣旨の、X での投稿は当社所属の星野源のことを言っているのではないかとの指摘がインターネット上で出ており、また当社にも多くのお問い合わせが寄せられていますと。しかし星野源に関してはそのような事実は一切ありませんと。また当社が記事を揉み消したという事実も一切ありませんと。当社所属アーティストを名指しし、あるいは名指しはしなくても、当社所属アーティストであることがわかるような情報を示しての虚偽の事実を、投稿することは、名誉毀損その他の違法行為にあたります。また、SNS などを通じたアーティストに対する誹謗中傷などの違法な投稿、コメント、ダイレクトメッセージについては、随時証拠保全を行っていますと。名誉毀損などの違法行為に関しては、当社あるいは当該アーティストにて法的措置を含む対応を検討しますと。皆様におかれましては、憶測や虚偽の投稿にくれぐれもお気をつけください。株式会社アミューズ法務部と。はい。という感じでですね、全面的にですね、それを否定するような文章を出してきたわけなんですよね。うん。はい。で、なんですけども、こういうふうにですね、正反対の意見が出てくると、あ、ここまでアミューズさんが言うってことは、あ、じゃあやっぱりこれはどうなんだろう、やっぱりね、全部ね、滝沢さんの言ってる虚偽なのかね、作り話なのかどうなんだろうみたいな感じになりますよね。で、そんな中なんですけども、新たな情報がですね、2つ出てきました。まず1つ目は何かっていうとですね、皆さんね、これ2ヶ月前なんですけども、3月15日発売のフライデーなんですけども、このフライデーさんが実はですね、この2ヶ月前の段階で今回の件のようなことをですね、記事にしてるわけなんですよね。それ何かっていうとですね、その内容をざっと言いますと、ある噂がその芸能界を駆け巡っているみたいな感じの見出しなんですね。で、内容としては何かっていうと、その去年の秋頃から星野源の浮気が発覚して、新垣が激怒し、そして別居状態になっており、破局も近いみたいな話が出ているわけなんですよね。はい。
で、この段階ではですね、これだけの情報しか出てないわけなんですけども、まあ、ただね、ただ、その、滝沢さんのですね、話とね、照らし合わせると、確かにですね、その星野源さんが浮気した流れだったりとか、そしてその後に林田アナがですね、離婚した時期とかですね、いろいろトータルで考えると、バッチリ合っちゃうわけなんですよね。はい。バッチリ合っちゃうと。はい。この話がすでに2ヶ月前の段階からですね、まあ、詳しくは書かれないんですけども、週刊誌の方で書かれていたということですよね。うん。っていうのがまず一つ目の情報。で、二つ目は何かっていうとですね、その滝沢さんは一応ですね、そのね、ガッキーさんとですね、その星野源さんが、まあ、お互いの立場を考えて離婚はしてないんだけども、完全にですね、もはや離婚状態にあると、心は完全に離れている、みたいなことを書いてるわけなんですよね。まあ、しかしながらですね、それとですね、相反する意見が出てきています。それは何かっていうと、女芸人でもありですね、まあ、インフルエンサー、YouTuber でもありですね、フワちゃんさんですね。はい。まあ、フワちゃんさんといえばですね、最近ですね、その飛行機の中での、ですね、まあ、言ってみたら、その CA さんに対する態度があまりにも悪いということで大炎上しましたけども、まあ、ちなみにそれに関しては過去の動画でやってるんでよかったらそれ見てほしいんですけどね。うん。で、そんなですね、フワちゃんがですね、これいつぐらいかな、2ヶ月前ですかね、3月19日にですね、フワちゃんのオールナイトニッポンゼロというラジオ番組をやってるんですけども、その中でですね、星野源さんと新垣結衣さんの夫婦に関するエピソードを明かしたわけなんですね。これ何かというと、どうやらですね、フワちゃんがですね、ちょっと前に、そのオードリーの春日さんの家でですね、春日さんの夫婦とですね、そして星野源さんと、そしてフワちゃんと一緒にですね、なんかこう、一緒にパーティーをやったらしいんですね。まあ、ご飯作ってみね、食べて美味しくね、飲んだり、騒いだりしましょう、みたいなパーティーをやったらしいんですね。まあ、かなり少数のね、メンバーなんですけど、そのパーティーはですね、深夜まで続いたっていう話です。はい。そしてですね、じゃあもうお開きにしましょうかってなった時に、フワちゃんさんがですね、星野さんに、星野さんは何で帰るんですかって聞いたらですね、そしたら星野さんが、あ、はい、妻が迎えに来てくれるんですっていう風に言ったらしいんですね。そしたらですね、そのフワちゃんさんとですね、その星野さんが春日さんのマンションのですね、玄関までですね、行ったところですね、なんと車が止まっていて、そこからですね、なんと新垣さんが出てきたわけなんですよね。で、それでですね、フワちゃんはめちゃくちゃテンション上がって、やばいやばい、ガッキーが出てきた、星野源とガッキーだからね、やばくないというふうに大興奮したということを、まあ、3月の段階で話してるわけなんですよね。うん。まあ、つまり、その、滝沢さんのですね、情報が正しいとするんであれば、まあ、この段階でですね、二人の心は離れていて、まあ、精神的離婚状態であるというふうになってるんですね。まあ、しかしながら、その、星野さんが春日さんと飲んだ時にですね、それをわざわざ、まあ、ガッキーさん、新垣結衣さんがですね、迎えに行ってるということは、あれこれ全然内容と違くないみたいな風にもなってしまうわけなんですよね。はい。まあ、このようにですね、双方からのですね、それを肯定するといいますか、意見がですね、今現在どんどん出てきちゃってるっていう感じなんですよね。うん。で、なんですけども、じゃあ今後ですね、これどういった展開を迎えるのかっていうことなんですけど、いや、僕としてはですね、これ、そう、まあ言ってみたらね、まあ文春さんとかも過去にですよ、とてもじゃないけどこんなの信じられない、本当なのかみたいなですね、そういったすっぱ抜いたスキャンダルをね、出してきて、それがですね、後々本当だったってことはいくらでもあるわけなんですよね。まあだから言ってみたら、今までのその芸能界のすっぱ抜かれたスキャンダル、過去のことを考えると、え、そんなの信じられない、そんなバカな、みたいなことが出てきても、まあそれが本当であることなんて全然あるよっていうのが、まあ過去のデータと言いますか歴史から見たですね結果だと思うんですよね。うん。だってもともとさ、例えばなんですけど、スマップが解散みたいに出た時って、いや嘘つけと思ったじゃないですか。でも実際は解散したしみたいな話なわけでね。はい。まあ、だから。まあ、芸能界なんて僕らが知る以上にね、中身はドロドロしていて、で、実際問題にね、一回聞いたら嘘だ、そんなわけない、そんなバカなって思うことでも、本当だってことなんて、まあ、過去いろいろね、まあ、5万ってあるじゃないかっていう話なんですよね。まあ、だからといって、この件が本当かどう、本当とは言いませんけども、でも本当だとしても何もおかしくないよってことなんですよ。まず第一に僕が言いたいのが。ね。まず第一僕が言いたいのは、これが本当だったとしても何もおかしくないからねっていうことなんですよ。はい。まあ、それこそさ、アンジャッシュの渡部さんがですよ、佐々木のぞみさんっていうね、綺麗な奥さんがいるにもかかわらず、多目的トイレでですよ、女性を呼んでそこで15分くらいで性行為していてお金を渡して帰らせていたっていうのあったじゃないですか。あれとか聞いた時に、いやいやいや、そんなバカなって正直思うじゃないですか。ね。いやいや、そんなバカな、そりゃさすがにちょっとありえないでしょ、いくらなんでもっていうね、思ったかもしれないけど、あれも実際にあったわけですよね。はい。まあ、だから何があってもまずおかしくはないっていうことをね、覚えておかないといけないんじゃないかなっていうふうに僕としては思うんですよね。うん。はい。まあ、ただね、ただ今回その戦う相手が文春さんみたいに週刊誌なのか、それともその滝沢ガレスさんっていうですね、あくまで一個人なのかっていう違いは、いや、かなりでかいのかなっていう気はしますね。という何かっていうと、結局その文春さんみたいな週刊誌がなぜここまでね、いろんな記事を書けるかっていうと、それはですね、まあ、会社に守られてるからっていうのがかなりでかいんじゃないかなと思います。いわゆるその会社のですね、書いてるじゃあその記者の人が誰なのかとか、そういうことはわからないようになってるし、じゃあ仮にですよ、それでじゃあそのね、法廷闘争になりますね、提訴してどうこうってなった時も、あくまで上その会社を訴えるわけじゃないですか、会社を。うん。
はい。訴えるわけだし、で、そうなった時に、その会社にはですよ、優秀な顧問弁護士がついていて、その弁護士がしっかり戦ってくれたりだったりとかするわけですよ。はい。例えばなんですけども、最近で言うと、松本人志さんが文春を訴えたりとかしてますけども、まあ、あくまで松本さん対文春っていうた、ね、効率に、対立構造になっていて、そのじゃあ文春で書いた記者がどうだとか、そういう話にはなってませんよね。はい。だからそういうふうに、ある種記者っていうのは、その会社に守られてる状況だからこそ、いろんな攻めた記事が書けるわけなんですよね。まあ、ただ、この会社がね、記者を守るっていうことがですね、卑怯かっていうと僕は一概にもそうではないと思っていて、まあ、例えばなんですけども、じゃあ政治家とかそういうね、大物のですね、裏金問題とか、そういったことを書きたいときに、もしかしてですよ、その全部個人の責任になってしまうと、そこにですね、圧力をかけて潰されてしまったりする可能性ってあるわけじゃないですか。だから、その記者が真実を追求するためには、やはりですね、そういった圧力に負けないように、会社が守ってくれるっていうシステムといいますか、形を作っていくことは、僕はですね、一概に間違いでは全くないと思うんですよね。うん。まあ、ただですよ。ただなんですけど、今回の件って、滝沢ガレスさんっていうのはあくまで個人、一個人なわけなんですよ。で、実際ですね、ガレスさんはですね、本名とかね、いろいろね、立場を隠してるんですけども、まあ、ネットでググるとですね、そのガレスさんがですね、まあ、いわゆるその、まあ、ゲーム実況とか、まあ、いろいろやっていた時代のですね、写真だったりとか、はい。要はその誰かとか、そういうことで結構出てきちゃうわけなんですよね。はい。だから、要は何が言ってるかっていうと、ガレスさんっていうのは個人情報がある程度分かってる段階で、個人で、そのね、いわゆるそのアミューズと戦わないといけないわけなんですよね。で、そうなった時に、これね、ガレスさんとしては相当厳しい戦いになるんじゃないのかと、やっぱり僕としては思っちゃいますよね。まあ、だって言ってもさ、例えば文春さんで言うんであればですよ、皆さん、ね、歴史のあるさ、数々のさ、いろんな記事をすっぱ抜いてきた、まあ芸能人の闇をすっぱ抜いてきたさ、ね、いろんな実績のある会社なわけじゃないですか。なんだかんだ言ったってね、はい、日本を代表するとも言えるような会社なわけですよ。で、そういうところがね、そのアミューズと戦うのか、ね、それともガレスさんみたいな、まあごくごく普通の影響力だけ持ってる一般人が戦うのかって、これ全然意味が僕は違ってくると思うわけなんですよね。まあ、だから僕としてはですね、もしもこれが法廷闘争に行ったらですね、一体どうなるのかっていうのは相当ね、興味がありますね。うん。はい。まあ、ただね、やっぱりそのガレスさんもガレスさんで個人であることの強みはやっぱりあると思います。というかっていうと、言ってもですね、その文春さんっていうのは、まあ、言ってみたら芸能界とある意味で言えば通貨みたいな、ね、運命共同体みたいなところもあるわけじゃないですか。まあ、だからこそですよ、時として、まあ、忖度とは言わないまでもですね、武士の情け的なことは結構かけてるわけなんですよ、文春さんも。はい。まあ、例えばなんですけども、あるですよ、その政治家の男性のですね、その不倫をすっぱ抜く際にですね、その際に、そのね、奥さんがですね、お腹にまだ赤ちゃんがいて生まれる直前だったんですよね。その時にちょっと時期をずらして赤ちゃんが生まれた後にですね、その件についてまあ告発したりだったりとかですね、そういう風に文春さん側も武士の情け的なものをね、かけることはなくはないわけなんですよね。まあ、しかしながらガレスさんの場合はあくまで一個人であるということからですね、要はそのリミッターを外してですね、アクセルを踏み切ってくるっていう可能性が僕全然あると思うわけなんですよね。で、そうなってしまった時に果たしてどうなるのかっていうことですね。はい。まあ、何にせよですね、この滝沢カレスの VS アミーズの戦いどうなっていくのかちょっとね、今後も追っていきたいと思っております。というわけでですね、今回はこの辺で終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。